ランクいくか。ランクいくか。ランク行こう。何も温まってないけど、エイム。なんで温めとかないの？急に呼ばれたんだもん。そうだよね。無職転生の最新話見て、泣いてたら呼ばれた。あの、新しいシーズンのやつ、ネトフリの。ゴリアさんはアニメ確かに見そうだもん。逆にひなのさん見なさそう。アニメとか。ひなのはオタクだよ。え？アニメ？そうだよ。ひなのはすごいんだから。え、何見るの最近？いや、最近はマジで見てないんだよ。あ、そうなんだ。そう、最近なんかね、見れなくて、アニメが。見れなくて。疲れちゃう。おばあちゃんなんだよ。おばあちゃん。漫画で見ちゃうとかじゃなくて、そう、あ、漫画で見る、漫画は見る。あー、そういうことね。そう、漫画でしか見れなくなっちゃった。疲れちゃった、はい、アニメを自分のペースで見れないじゃん。まあでも、わかる。え、それみんな言うよね、漫画読む人。そう、そうなのよ。え、遅いって感じるの、アニメを。なんかね、一定で流れてるから。そうそう、うん、24分、釘付けにならないといけない。そう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 。あ、もうそれが嫌なんだ。大変なんだよね。そう、大変なんだよね。ゴリラに人間の喋り方教えてもらってるよ。配信者向いてないもん。自分の言葉で説明しなさい。はい、ごめんなさい。失格？ VTuber 失格？失格。VTuber 失格。ごめんなさい。ライフライン？ライフライン？ライフライン？ふざけてる。バンがいると思ったからバンが開けてたのに。あ、そういうこと？え、俺もゴリラさんがバンガやるかと思ったからコントロールキャラクターのランパートやってるのに。俺とひなのさんは気を使ったのに。いや、どうせ。いや、二人死ぬかなと思って。すぐ死ぬかなって。すぐ死ぬよ。だからライフラインありがとうだよ。ああ、助けてあげないとね。ああ、いや、それ。じゃあ壊滅したらゴリラさんのせいか。そうだよ。それは。ゴリちゃんちっちゃいよ、声が。ちょっと？ちっちゃくないよ。ポプラちゃん、これ以上声でかくしたらうちの配信の人が耳壊れる。マイクと距離遠いんじゃない、ゴリラさん。そうそうそう、多分近づいてみてよ。これぐらい。やちょっと降りてきてる敵。まず早くない、疲れるの早くない？なんでだと思う？わかんない。お前らがうるさいからだよ。でもうるさいって言ってる時ちょっと嬉しそうだよ。なんなのそれ。なんなのそれは。うるさいって言ってる時が一番可愛いよ。キュアイしてる。ドラミングしてる。嬉しいゴリラさん。嬉しいね。今幸せだねゴリラさん。